はい、こんにちは、まやチャンネルまやはです。今日はこちらですね。うん、妖怪メダルトレジャー01、蘇る不死鳥と伝説の女神です。ということで、先日紹介したこの妖怪ポットと妖怪メダル、なかなか面白そうだったので、うん、メダルをボックス買いしてきました、はい。全部で20パック入ってますね。じゃあ早速開けていきましょう、うん。パッケージこんな風になってますね、うん。こっちがクレクレパトラだっけ、うん、でこれが火の鳥か、はい。あ、この2つが今回の秘宝だね、うん。で、秘宝妖怪メダルが2種類で、ゴールドランクが4種類、シルバーランク4種類、ブロンズランクが10種類あるみたいです、うん、はい。多分シークレット1種じゃない？あ、そうだね、シークレット1種類だね。秘密秘密秘密、はい、よいしょ、僕の1パック目、まっさらにゃん、うん、こういう、ここになんか書いてあるでしょ、装備っぽいの。で、このまっさらにゃんはこれを着るの。あー、真っ白なんだね、うん。で、私の1パック目、おお、火の鳥出ちゃいきなり出ちゃったよ、マジすごい、キランキランじゃない。ほんとだ、これでこいつにセットできるね。うん、やったぜ。僕の2パック目、おい、嘘でしょ、火の鳥かぶった。嘘でしょ、かぶっちゃった。こんなことなんてあるの。わお、でもデザインが違う。あ、ちょっと待って、こっちシークレットだ。エイジン君が今出たのがパッケージにあるデザインで、パパが出したのは違うデザインだ。これシークレットだよね、きっと。シークレット、やったぜ。マジか。で、私の2パック目、おお、クレクレパトラー、これはシークレットじゃないね。そうだね、これは普通だね、うん、クレクレパトラ、あ、ちゃんとセットできる、うん、やったね。では僕の3泊目、アンドロイド山田。そうだね、うん、あ、埋まってる。でもちょっとラメ入ってんだね。そう、マッサーニャンの手にする。で、私の3泊目、あ、おー、かぶった、かぶっちゃった、いきなり。そうですか。4泊目、お、ウサピョン。ウサピョンだね。ここに UFO が描かれてる。本当だね、これもラメ入ってるね。で、私の4パック目、おー、かぶった。ちょっと待って、これかぶりすぎ。5パック目、ガチンコ像。ガチンコ像ね、うん、これアニメで出た時は最後にケイタがエマダイを呼び出しちゃった。ガチでバトルしたから。私の5パック目、うわー、かぶった。6パック目、おっ、メラメライオン。メラメライオンだね、うん、はい。ってことはこれもメラメライオンなのかな。そうだね、うわー、そういうことだ。では僕の7パック目、インディ・ジョーズね、うん、はい。僕の7パック目もそうだよね、やはり引っ張りそうなんだ。8パック目、トレジャーコマさん。あー、でもなんかちょっと違う、うん、レインボーソフトクリーム、周りまでこうキラシールになってる。本当だ、ちょっと違うね、うん。じゃあ私の8パック目は、あ、違うのが出た、ミスタースコップ。ミスタースコップ、よかった、イエイ。9パック目、キュービだね、うん、おー、きれい、シルバーランク、きれいきれい、ガンマの勇気がチャージ済みだ。あ、すごいじゃん、やった、いい感じ。じゃあ私の9パック目、おー、トレジャージワニャン。これは妖怪ポットにも入ったからね。では僕の10パック目、おー、おー、ダイヤニャン。ダイヤニャン、ダイヤニャンのゴールドだね、これ、うん、冒険の勇気チャージ済み、ゴールドランク、トレジャーメダル、うん、おー、やった、キンキラキンやね。本当だ。じゃあ私の最後ですね、10パック目、ね、おお、吹雪 姫、これもシルバーランクかな、うん、あ、はい。では妖怪ポットで確認していきましょう、はい。まずはマッサーニャン、はい、あ、そう、ない、容器ないのね、これはね、うん、はい、次はアンドロイド山田、はい、きた、スペシャル、お、ブロンズ、アンドロイド山田さんのへそビームです、ピーン。はい、じゃあ次行きましょう、ガチンコ像、はい、あ、ないんだ、あ、ない、ないよね。メラメダイオン、勇ましい、ブロンズ、メラ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 ウサピョン、
ないね。あ、ない。ミスタースコップ。はい。インディ・ジョーンズ。はい。インディ・ジョーズだね。あ、インディ・ジョーズ。ヨロロン。ブロンズ。なんじゃそれ。トレジャー・コマさん。はい。フリッチ。ブロンズ。人玉取り鉄ね。おお。いい感じ。ここからがシルバーランクだね。キュービ。不思議。シルバー。グラン地獄。スー。ガンマン。我慢強いやろか。はい、ガンマンの勇気が入ってましたね。はい。吹雪姫。はい。ダイヤニャンだね。はい。フリッチ。ゴールド。100カラット肉球。オーケー。あっち行ったりこっち行ったり。冒険の容器が入ってたね。うん。こっからは秘宝ですね。クレクレパトラ。はい。容器なしだ。あ、容器なしなんだ。そっか。火の鳥ノーマル。はい。ノーマルってなんだよ。秘宝だけどね、これもね。火の鳥。ああ、容器なし。容器なしね。火の鳥のシークレットだな。一緒だね。一緒。火の鳥メダル出たんで、このエンブレムにセットしてみましょう。はい。よし。クレクレパトロにもセットしてみようか。うん。よいしょ。はい。ああ、いいね、うん。それぞれいい感じになりました。はい。この状態で妖怪ポットを読み込ませてみましょう。はい。すげえ。クレクレの容器入ってんじゃん。パワーアップした。普通のメダリエルもパワーアップしたね。うん。こういう効果あるんだ。すごっ。ってことはじゃあこっちも違うんだね。うん、やってみましょう。素晴らしい。こっちも変わった。うん、
火の鳥は火の鳥の容器が入ってた。すごいね。うん。なるほど。こういう風にやっぱメダルが揃わないとダメだったのね。そうなんだ。なるほど。面白いね。はい、じゃあミックスしてみようか。うん。この2つの容器を。きた。入った。はい、秘宝だね、うん、と火の鳥、赤いやつできたよ、先生。いくよ。はい、どれに入れる トレジャージバナでいいじゃん、とりあえず。いや、これでいいでしょ、これ。違うな。トレジャージバナでいい。トレジャージバナでいいでしょ、とりあえず。よし、えや、じゃあ、これ確認するよ。うん、どうだったの？ささやかつまらないものですが、一応ささやかな容器は入ったね。うん、よかった、うん、はい、ということで今回は妖怪ウォッチの妖怪みたいなトリちゃんゼロイチでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。